エルヴィン、連れてきたよ。ありがとう、ハンジ。君たちはもう下がってくれていい。ああ。じゃあまた後でね。さて、突然呼び出してすまなかった。一度ゆっくり話がしたいと思っていてね。君の働きぶりはハンジやリヴァイから聞いている。調査兵団の居心地はどうだい？そう言ってもらえると私としては助かる。理解してくれていると思うが、調査兵団は人類が持つ唯一の矛だ。巨人の領域に挑み、人類の活動領域を奪還する。それができるのは調査兵団しかない。我々はその困難な目的のために多くの命を犠牲にしてきた。そのリスクはもちろん君も例外ではない。それでも君は調査兵団に身を置き続けられるのか。そうか、聞いていた通り肝が据わっているようだな。我々は常に一人でも多くの優秀な兵士を求めている。これからの君の成長に期待しているよ。そろそろ調査兵団の厳しさが君にも分かってきた頃だと思う。ここに来たことを後悔はしていないか？そうか、勇敢だな君は。いずれにせよ、君は新兵とはいえすでに調査兵団の一員として歩み始めている。つまり調査兵団の存在価値は君自身の存在価値に直結する問題だということだ。それを踏まえ、調査兵団が現在置かれている状況について君が感じていることを聞かせてくれないか？君もそう思うか？しかし残念なことに、そう言い切れるだけの戦果を上げられていないのも事実だ。ハンジやリヴァイから聞いた印象では、君は他の新兵よりも観察力に秀でているようだ。調査兵団が活動を続けていくために何が必要なのか、これからも新兵の立場から意見を出してもらいたい。だが、そのためには調査兵団の任務についてもっと理解を深めてもらう必要がある。そこで次の任務では私と一緒に行動してみてほしい。いいね。ご苦労だった。君の活躍もあって大きな戦果を持ち帰ることができた。さて、私と一緒に行動してみて何か感じたこと、見えてきたことはあっただろうか？また後で君の意見を聞かせてくれ。以上だ。この前の任務ではよくやってくれた。君の技量についてはあらかじめ聞いてはいたが、確かに調査兵としての素質があるようだな。ああ、これから実戦経験を積んでいくことで兵士として大いに成長できるだろう。共に行動して特に感じたのは、君が様々な問題に着目して解決していく能力に長けているということだ。そんな君に頼みがある。調査兵団の存続のため新兵の立場からも意見が欲しいといったことは覚えているね。まだ組織の常識や暗黙の了解に染まりきっていない。新兵だからこそ提案できることがあると私は考えている。調査兵団は現在様々な問題を抱えているが、その一つが壁外調査での生存率の低さだ。長距離索敵陣形の採用によって改善されたとはいえ、今もなお生還できない兵士の数は少なくない。少数の生き残りによって戦力は維持されているが、兵団全体を見れば練度の向上に苦慮しているのが現状だ。そこで君には
この問題の解決策を考えてもらいたい。そうだ、飲み込みが早くて助かる。兵団全体の練度の底上げができれば、壁外調査での生存率も改善が期待できる。次に会う時までに考えをまとめておいてくれ。新兵ならではの角度からの意見を期待しているよ。調査兵団の練度底上げの件、何かいい案は思いついたか？いろいろ考えてきてくれたんだな。なかなか興味深い。それで、考えてきてくれた案の中で君がいいと思う案はどれだろう？やはりそうか。分隊の垣根を越えて熟練の兵士が指導に当たれば、訓練の成果は飛躍的に向上する可能性がある。では指導者として適当だと思う人物と話して、具体的な計画を練ってみてくれ。なるほどね。もちろん協力するよ。若い子たちにはもっと強くなってもらいたいしね。俺も依存はない。合同訓練の計画は順調に進められているようだな。君に意見を求めたのは正解だったようだ。ところで、調査兵団が抱える問題は他にもある。中でも深刻なのは慢性的な兵員不足だ。この問題についても君なりに考えてみてくれないか。またいい案を出してくれることを期待している。調査兵団の兵員不足の件だが、何かいい解決案を考えてきてくれたか？なるほど。その中で君が一番いいと思う案はどれなんだ？人を増やすのではなく、今いる人材を最大限生かす方法を考えるということか。確かに調査兵団の中には様々な技能に秀でた人材が多くいる。そういった人材をリーダーにして各分野の技術向上を図れば、結果的に組織全体の強化につながるだろう。ではリーダーとしての適性がある人材と実際に話して具体的な計画を練ってみてくれ。ツアーの方法や手順について僕がみんなに指導をできるかな。でも僕で役に立つなら。私も喜んで協力するよ。馬の世話には自信があるし、みんなに教えられることもあると思う。少数精鋭の組織作り計画も進んでいるようだな。この計画が実を結び安定して戦果を上げられるようになれば、おのずと入団志願者も増え、兵員不足を解決できるかもしれない。そう考えれば最初の一歩を踏み出したことは大きい。たとえ小さな一歩でも、まず踏み出すことが大切なのだと私は思う。その言葉、君も常に頭の隅に置いておいてくれ。いや、よく来てくれた。君には調査兵団が抱える問題についていくつか解決案を考えてもらったわけだが、難しかったか？そうか。その姿勢こそ調査兵に不可欠なものだ。調査兵団は常に多くの問題を抱えている。中には兵団の存続に関わる深刻な問題も含まれている。だが我々は今後も壁外調査を継続していくため、生むことなくそれらの問題と向き合い続けなければならない。君には調査兵団の一員としてこれからも問題の解決のため力を貸してもらいたい。以上だ。何か私に聞きたいことはあるか？
当然ながらまずはウォールマリアの奪還だ。人類の未来は調査兵団の活動によってのみ開かれる。私はそう考えている。だからこそ我々は決して歩みを止めてはならない。どれだけ血を流しても前に進み続けるしかない。改めて君には一層の働きを期待する。頼むぞ。